戦闘機用の水力変更ノズル。ノズル口の向きを変えることで、水力変更を行う。水力変更とは、ロケットエンジンや、ジェットエンジン、スクリュープロペラなど、噴流ないしその反作用によって、水力を得るメカニズムにおいて、噴流の向きを変えることで、水力の向きを変更させることである。航空機では、固定翼のジェット機で、ジェットエンジンの噴流の向きを、 ノズルで変えることで行われる。これにより推進力の一部で機体を持ち上げたり、補助翼や方向打などの動力だけに頼らずに、機体の姿勢制御を行うことができ、フライバイワイヤーによる制御と組み合わせれば、運動の幅を増すことが可能になる。そのため、S、V トール性能やドッグファイト時の機動性が求められる、軍用機に実装されることが多い。 スラストベクタリング、または、ベクタードスラストと呼ばれることもある。固定翼機の推進装置は、プロペラか、ジェットエンジンであるが、これらの推進装置は、進行方向の逆向きにエネルギーを放出し、水力を発生させるように装着されている。機体を浮上させる揚力の大半を、主翼から得て、機体の姿勢制御は、 尾翼の火事や主翼の補助翼といった動力を操作して行うのが常である。しかしながら機体がある程度の速度を持たねば動力に揚力や効力は発生せずまたその大きさ方向や作用点を柔軟に変更することも難しい。そこで推進機の生み出す力を姿勢制御や不要力生成にも利用して航空機の運動の幅をより広げようというのが 水力変更を行う基本的な考え方である。また、短距離離着陸機では、コアンダ効果を用いて、排気の方向を変えるアッパーサーフェスブローイングのような例もある。C ハリアーの排気ノズル。後方から真下を越えて、斜め前方にまで角度変更が可能なことがわかる。要因具に、水力変更を利用した、無尾力実験機 X-36。 エンジンポッドを上に向け上昇する飛行潜水力変更は小回りの良さや高い運動性が求められる軍用機で主に利用されてきたアイデア自体は航空機の黎明機からあったものと思われるが実用段階に達し始めるのは第二次世界大戦以後の V トール機の開発においてである離陸着陸の際には水力で直接機体を持ち上げ 水平飛行時には水力を進行方向へとスイッチするデザインの機体が各国で試作、実験された。この種の機体の水力方向の切り替えは、ティルトローターやハリアーのようにプロペラやローターあるいは、ジェット噴射の向きを90度程度回転させて行うというものが多い。近年では、ジェット戦闘機の運動性向上のための手段として利用されている。この場合、 排気ノズルや排気パドルの向きを制御することで水力変更を実現する。これは第4世代以上のジェット戦闘機では基本的な要素の一つとされている。特に方向打など空気力学的な機体制御は超音速領域では効果が小さく超音速域においても高い機動性を発揮するには水力変更は必須の機能である。水力変更による ポストストール起動を行うと抵抗が増えて運動エネルギーを急激に消耗してしまうリスクがあるため一概に空中戦で有利になるとは言えないが使い方次第では空中戦の定理を根底から覆す可能性を秘めているまたステルス性や燃費の面で注目されている全員抑気の姿勢制御方法としても有効だと考えられる 普通全翼機は可動翼を操作して風圧中心を移動させることでピッチングを行うことが多いが水平尾翼を使って同様のことを行う場合に比べて制御が難しい。しかし機体の上下方向に水力変更すれば比較的容易にピッチングを行うことができる。もちろん左右に水力変更すればヨーイングも可能である。全翼機ではないが 無尾翼の実験機 X-36 は、要因具に、水力変更を利用していた。飛行船の多くは上昇の補助として、上下に稼働する、エンジンポッドを備えている。飛行状態の繊維途中にある、v、V-22、X-31 の水力変更パドル、X-31 による、J ターンの模式図、水力変更能力により、 失速を積極的に利用して、このような軌道が可能になった。主にイエ s v イトール性能を追求したものを主に飛行時の運動性を追求したもの異なる水力によって、生成されたジンバル角度モーメント液体ロケットでは、エンジン全体をジンバル機構で傾けることにより、水力を変更する。固体ロケットの場合は、ノズルを、 油圧や電動アクチュエータで傾けることにより、水力を変更する方式と、ノズル内に液体を噴射することにより、水力を変更する方式がある。大半の船舶は、プロペラが生み出した水流を火事に当てたり、アジマススラスターのように推進装置自体を動かすなど、何らかの水力変更を行っているが、もともとそのような構造なので、 わざわざ水力変更とは言わないことが多い。タグボートや深海6500などの深海探査艇などがアジマススラスターを使っている。ありがとうございます。